てんてんてん。よしみんな呼びかける。そうそう、チューンし合わない。全てがいつも。うん。はい、どうしましょうかね。この場合はさよりからいきますか。はい。てんてんてん。これやばいで、良い感じかな。嘘で気に入らなかったって丸分かりだぞ。でも私の意見なんか気にした。うわー、もう完全にやばい、もう完全にやばい、もう完全にやばい。ちょっともう向こう岸に渡ってる。三文銭払ってる。だってこれは違う人に向けて書いたんでしょう。うわ、なんなんこれ。何何この拷問、この拷問。夏希ちゃんは、こういう会話ってカナダでは当たり前なんだ。いや、当たり前じゃないでしょ多分。こんなんもう街中で狂気の人がいっぱい出るよ。振り切れて戻らない人いっぱい出るよ、もう。やばいな。誰かのために書いたものじゃねえし。そうかな、そういう意味じゃなかったんだけど。そういう意味じゃってどういう意味なんだよ。もう頭おかしくなってきました、僕は。でもいいんだ、私の思い通り、ぼっちんは新しい友達を作ってくれてるんだもん。それを見てて私すごく嬉しい。違うやん、あたら友達じゃないやん、それ恋人の話やん、これ。混乱してるやん、そこが。コンフュージョン。はい。ぼっちも嬉しいよね。この部活に入って。もう完全に決めつけてるよね。この時点でさよりはコミュニケーション取る気がないよね。はい、まあ、それはもう、これってさ、結局ずっと深いところでいくと、さより自身の自分の人生に対する復讐かもしれへんよね。初めから決めてるとこがあるのかもしれへんよね。ここまでぼっちんとのコミュニケーションを絶って自分の妄想の側に行くっていうのは作為を感じるよね。妄想からの支配というよりもむしろ作為を感じるっていうか、ややこしい言い方だけど、それはもちろんだろうなあ。どんな家で育ったんやろ、よかった。それが私にとって一番大事だから。ありがとう、ぼっちん。さより。何かあったのか？え？うん、何にも。ちょっと疲れてるだけ。そうか。何かあったら言うんだぞ。言うよ。私のことは心配しないでね。あとはみんなと遊んできて、あとであなたに復讐してやるから。あの前なんかいらんこと言いました。そういうのなの。やったー、今日はちょっと早めに帰る。刺さりすぎる、刺さりすぎる、刺さりすぎる。いろいろ用意があるので、いろんな用意をお父さんとお母さんにしよう。でもきっと私が何をしてるのかなんてお父さんとお母さんは何の関心もないんだから。怖すぎる。さより、モニカちゃんには気分が悪くなったって言っておいてくれる。また明日ね。永遠に来ない、明日。俺が言葉鼻水で、俺が言葉を発する前にさよりは鼻歌を歌いながら快活に、快活クラブ部屋を作れて行ってしまった。快活クラブですじゃないですからね。あ、で、しわなしですね。なかったですね。やっぱり、しわないんや。ないんですね。じゃあもうここで僕たちでビリー・ホリデーの奇妙な果実をかけましょう。もうこのさ、あの名、世紀のジャズの名曲。あれをかけましょう。ストレンジフルーツですね。ストレンジフルーツをかけましょう。皆さん聞いてください、 YouTube でストレンジフルーツ、素晴らしい大名曲です。次はなんだ、もう夏木ゆりモニカ。
もうなんかもうユリの存在が消えてますもんね、ほとんどね。そうやんな。じゃあユリに行きましょう。はい、ユリはどうなるんやろ。点点点。ユリは俺と一緒にいたいようにはとてもじゃないが見えない。もし気が変わればユリの方から声をかけてくるだろう。何を思わせぶりなことをこっちに言うてんねん。まあユリをそっとしておくべきだ。そっとしておくべき。あ、なるほど。ユリもすら読めない。そうや。ユリもなんかするでこれ。ちゃうの。うん。がっつり。もうほんならもう番決定やんもう。これだから。もう皆さんこっからは秘密クラブです。相当だからこれ夏希に寄せてるからですよね。うん、多分。そう。もう全然自分の存在意味がなくなるわけや、はいはい、だってここでは坊ちんを引き入れるということだけが彼らの本当の意味では、うん、要するにハードデータ的には彼らの存在意味やから、はいはい、自分の存在がどんどん透明になってくるわけでしょ、うん、もうダークエンパスの世界ですよこれ。ダークエンパスだ、いわゆるそのサイコパスはもう世の中に概念がルフしすぎておかしなことになってて、ダークエンパスというのが注目されてるでしょう、はい、もうダークエンパスの世界やこれ。はい、はい、えらいことにちょっと寄せすぎた。いや、まあちょっとやってみましょう。はい、はい、ほなもうモニカやな。モニカ、はい、モニカは超然としてるから大丈夫。やっほーぼっちんくん、ここが怪しいよな。真正面文化祭でどの詩を発表するか考えてたりする。まあいるだけでも恥ずかしいのに大勢の前で朗読するなんて、もう少し考えないといけないかな。いいわよ、気楽にね。何を選んでもきっとうまくいくはずだから。そら君のプログラムやから。もう怖いわこのマザーコンピューター女。そうなったら私も嬉しいわ。ああ、それじゃあ今日の詩を見てみましょうか。ああ、俺が手に持っていた詩をモニカに渡す。てんてんてん。また夏希みたいな書き方にこだわってるね。そっか。あなたは本当に夏希のことが好きなのね。え、ちょ。あら、いいのよ、ぼっちんくん。あなた。とっても怪しいわよ。あ、来た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 。違うやん。それリピートしてんねんから。怪しいっていう君が怪しいわ。リピートしてんねん。これ何もあなたのデータを読んだわけじゃないねん、モニカ。君の方が強量や。狭い、君は狭いよ。分かってる？あの子と毎日部屋で過ごして。あ、そっちか。夏希の漫画が好きなふりをして、あなたこそダークエンパスでしょう。違う。モニカは夏希はどんなやつか知ってるだろう。夏希の好きにさせてやらないと嫌われるかもしれないだろう。あ、こんなことまで言う。え、いえ、それは誤解よ、こっち。夏希は自分の思い通りにならないからって他人を嫌ったりしないわ。確かに夏希は自己主張が強いけど、わがままではないから。まあもうそうやな。カップケーキいつも焼いてくるもんな、はい、みんなのために。はっきり言って夏希はあんなにかまっ夏希にあんなにかまってるのはあなたくらいよ。何か魂胆があるんでしょう。私の本体にアクセスしたいのね。宇宙を敵に回したわね、こっち。そんな感じですか。もうどんどん俺も壊れていくわ。うすうす気づいてはいたが、俺はそれを認めたくなかった。ああ、夏希が好きやっていうところにまとめんねんな。それこのゲームとしてはそうやけど、このゲーム自体がどんどんわざとらしくなってますよね。これ面白い、すごい世界ですよね。これ表では演じてゲームを成立させて、裏では違う主枠がなんか渦巻いてきてますよね、僕たち。面白い。だからあなたに一言だけ言っておくと、リピートの時も知らないふりをしなさい。違う、気をつけてねって言われました。気をつけてね。何ですか、こう気をつけて。いやだから急になんかガシャガシャガシャとかなんか8本腕が出てきて、モニカと夏希の変異体が出てきたりするっていうことと違うんですか。もうえらいことになってきたな、これ。こんなことをごちゃ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 解説してる、これの解説ビデオってあるんやろうか。僕らだけやろか、こんな変態的なことを言ってるのは。どっちなんでしょう、
精神分析オタクの人がこれを解説してるの世界中にはあるやろね。夏希は何をするのするかわからないわ。ほらほらそんなこと言いますか。八本で出てくるよ。何をするかわからない。うわ来た。はい。時には夏希自身すら自分がどうしたいかわからない。あだからさやっぱり蛇が出てくるんちゃう。夏希はサソリかもしれないけど。うん、まあユリはね蛇女になる、ね。そう。目の色が変わってもう血を吸う吸血鬼になるの違うの。時には夏希自身すら自分がどうしたいかわからないの。いやもうモニカそれはね僕はその前にいっぺん経験してるんですよ。蛇女が出てきたんですよ。あれはね、アンチン清姫やな。なんと言っても夏希はここの最年少だ。知らないわよ。自分の感情をコントロールする方法を分かっていないのかも。それはみんなだよ。あなた以外はみんなだよ。その一人じゃないから。私が言いたいのは、何か良くないことが起きたとき、それは部にとっても痛手になるの。そうしなくはないでしょう。それはモニカにうまく言葉を返せない。これはねモニカがシステムを守ろうとしてるのか自分の嫉妬なのか、それがごちゃごちゃしてるな。そこはモニカもごちゃごちゃしてるんですよ。俺もモニカのとのとモニカとこの部活を気に入っているが、それを持ち出すのはちょっと卑怯な気がする。まああなたは賢いから正しいことをしてくれるって信じているわ。私は黒トカゲみたいな。モニカは優しく微笑む、はい、それより今度は私が死を見せる番ね。そうだな。全てを知る女性、地上のどこかを渡り歩く女性の古い言い伝え、全てを知る女性、全ての真理を突き止めた美しい女性、全ての意味を、全ての目的を、今まで抱えてきた全ての望みを、そして私は一枚の羽、風の流れのままに宙を空を頼る、どうかな、宙を、日ごと夜ごとに差し求める年数などありえないと悟りながら暗い先行きの中を探し、これこそ人生やね。伝説などありえないと思いながら自分の最も興味のあるものをずっと探し続けるっていうことが人生なんじゃないでしょうか。昨日養老孟司先生と対談して本当に改めてそう思いましたね、はい、この養老孟司先生との対談をこのゲームの、あの解説の中で持ち出したのは僕が初めて。養老孟司という名前ここで出てこないですね。出てくる。でも実際そうなんですよ。表参道で対談させていただいて、そこでまさにこの詩のこと、うん、伝説などありえないとは悟りながら暗い先行きの中を、やはり暗い先行きは違うんやけど、もうワクワクして探し求めている、それが人生だ。それでも何もかもが過ちで、誰もかもが見放した時には、もはや伝説しか残されていない。そうなんですよ。まあ、これはちょっとネガティブやけど、でも伝説を生きているという意味では人間みんな伝説を生きている。その二重写しなんです。伝説なんか信じてないほとんどの人は、でも伝説を生きているんですよ、うん、それは本当に昨日養老先生と対談してて、養老先生って割とドライじゃないですか。でもやっぱり伝説の中を生きているっていう部分があるなと思いましたね。それは決して彼はすっごい頭脳やから言わないけど、でもやっぱり遠いところに伝説を見てはるような気はしました。そこにね、養老先生って実は養老先生の本とか姿を見てるなんかロマンを感じません？はいはい、そうです。そのロマンがそれなんですよ、はい、ものすごいね、なんかざっくり切ってるようで何か温かい、あの物語があります、ね、そう、なんかね、砂漠の中で月が出ていて、それをの月の方向にまたあのキャメルに乗って旅立っていくっていう、なんかそのね、うん、ある物語性を彼は持ってるんですよ。もう83歳になられた今でも持ってあるんですよ、うん、いやそれちょっともう本題からずれすぎたの。いやずれてないんですよ。この詩に非常に近いことを感じたってことですよ、白明の薄明かりの、空に紛れる最後の星が出る、これすごい面白い。ついにある日風が鳴いた、私は降りる、風の向くまま、木の向くままが降りた、降りて降りて、いつまでも今度は降りていく。なんやこれは、砂、まあまあ、羽に扇人化してるってことですか、ね、そういうことか、はい、羽のような静けさで
乾いた羽軸は無機質に、まあそういうな。だが、親指と人差し指が私をつまむ。親指と人差し指は美しい女性の手。私の瞳を見るとその視線は途方もない。全てを知る女性は私の考えていることを知っている。私が物を言う前にうつらな声で彼女は答えた。私は全ての真理を得ましたが、どれもこれも存在しなかったのです。意味など存在しない、目的など存在しない。私たちが望むのはいつだって実現し得ないもの。私はあなたの伝説ではありません。あなたの伝説はありえません。そして彼女は息を引っかけると再び宙を舞い、一陣の風が私を連れ去る。すごい。この人、いやいや、まごうことなき天才やとやっぱ思いますよね。違う、これはちょっとネガティブに、やや中二病的でネガティブに書かれてるのかもしれないけど、それもこれは時々文芸部時代が学校、つまり思春期の物語だからわざとこう書いてんねんけど、これ本当に真実に僕近いと思いますけどね。追い求めているその姿が、つまりはニーチェ的に言うと英語回帰でしょ、英語回帰。それから仏教的に言うとある種輪廻じゃないですか。輪廻を断つっていうのが初期仏教やったんやけど、その後大乗仏教に、僕から言わせると成熟した仏教は、その輪廻の中をずっと生きようと、なぜ生きるのかっていうと、全ての衆生をそこから救い上げるために、知った人間、つまり真の真理、まさに真理、真理を知った人間はあえて悟らず切らず、その永劫に回帰する世界を生きながら人を救えって言ってるんですよ。だからここに足りないのは、あと救うって、これでも救うがないから今度は永遠の闇に落ちていくっていう詩ですよね。なるほど。その救う菩薩になるっていう、光の中で菩薩になるっていうことを、永遠の闇に落ちていくっていうのは、実は薄皮一枚の世界なんですよ。そういう、永遠の闇で生きてるのが、まあ、モニカ、この辺におけるモニカっていう状態ですよね。でもそのまさに薄皮一枚裏返したら、それこそが菩薩そのものというか、観音菩薩そのものの世界だということを匂わせてるとこがありますよね。すごいよねこれって。そうですね、これはだから全てを知る女性ですからね、でもそれはないと、ないんだっていう中に、本当の知性は救いを見出すはずなんですよ。ないっていうショックでとどまってるのではなくて、その中にだから自由なのだっていうかね、永遠の時を私は生きるって思うという選択肢もあり得るんですよね。はい、すいません、なんかこう講釈してしまいました。何かを学んだり答えを求めようとすることが人生に意味を与えるんじゃないかしら。そう、答えを求めようとすることがっていうところがミソですよね。哲学的な話をしたいわけじゃないけど、けれど、いや哲学ですよ。ふとそんなことを思っちゃったから、それについて書くことにした。だからそこはそうですよね。イデア論を卒業して、イデア論だって本当に読めばそうなんですけど、イデア論を卒業して存在論とか現象学とかそういうものに向かった哲学っていうのは、真理を探る学問ではなくて、真理を探ろうという人間のエネルギーの動き自体の中に真理を見出そうとしている学問に変わったと言ってもいいんじゃないですか。ものすごくベタに言うとね、はい、そういうことを言ってるんですよモニカは。あまり深く考えてなかった。だからモニカ自身は哲学じゃないって言ってんだけど、いや違うんですよ。現代哲学のある種のゴールを彼女は言ってると思います。これな、ほとんどの人見てくれへんやろな、こんなややこしい話しても。あまり深く考えなかったよ。はい、考えなくていいよ、ぼっちん。ある意味矛盾しているわよね。あ、そうそう、その通りなんですよ。はい。だって、すべての答えを知っていたら、この世界に意味なんてなくなっちゃうんじゃないか。本当に真理やんか。運動自体がこの世界だと。ね。だから、ある、その、神が降りたっていうある女性の、僕伝記をずっと今読んでるんですけど、31歳のその人は神と一体になっちゃって、それから偉い人生を歩まはるんですけど、その人は宇宙は振動だって言ったんですよ。それ普通の31歳の女性やからそんなこと知らないわけよ。ところが急に何十年も前に、宇宙は振動で実体はないって急に言ったんですよ。量子力学が行き着く前の話ですよ。これ同じこと言ってるじゃないですか。
うん、全ての答えを知っていたらこの世界に意味なんてなくなっちゃうんじゃないかしらっていう、これってまあ1回目の時はもうゲームやることで大変やったからこんなゆっくりこの話する時間が僕もなかったんやけど、あえてあのつまらないベタな補足をするとそういうことなんですよ、うん、はい、はい、固定すると世界は終わるんですよ。あのさ、一つ気づいたことがあるんだけど、どうやらここの部員たちは楽しいことより悲しいことを書くのが好きらしいよな。ああそうやな、ええこと言う、ぼっちもドキッとするようなこと言うね。モニカがドキッとする。ああ驚いた、ちょっと今照れ隠しやな、なんかなんか隠したな、お前今隠したな、今システムが、システムが震えたな、今ぼっちになかなかいい質問したよね今。だってもし人生が何事もなかったら書くこともなくなっちゃうんじゃないかしら。なんか今ちょっと幼児化したよね、この答えはちょっと劣化してるよね、さっきに比べたら。ぼっちんとのこのせめぎ合いがリアルですね。人間は二次元的な生物じゃないですか。これもね、もう焦りのあまりに自分の本体をちょっと言っちゃって、しかもそうじゃないと否定することによって目をそらそうと、そらさせようとしてるというのはうがりすぎでしょうか。私は二次元じゃないって言ってるわけですね。そう、これ追い詰められてるよね、うん、はい。あなたは誰よりもそのことを理解してると思ってたのに。焦ってる焦ってる、モニカ、それって一元的、一次元的のことか。あ、それそれよりも、おかしい、え、何これ、一次元的、一次元っていうのは点のことですよね。そうですね、広さも長さもない世界ですよね、はい、え、それってどういうこと、ブラックホール的なこと。今の変な会話ですよね。そう、あなたは誰よりもそのことを理解してると思ってたのに。あ、そうか、人間は二次元的な生物じゃないからっていうので、三次元っていうのがそれって一次元的ってことかっていう、そっちに寄せたんですよ、こっちに。どういうことですか、うん、まあ、ただ分かるような分からないような。そうなんですよ、それよりもはおかしいですよね。一次元的で、一次元っていうのはある意味で無ですよね。無ですからね、うん、無というか空というか、はい、一次元から始まって八次元まであるっていう意味では、うん、という枠に乗せると空そのものですよ、うん、空の中から全てが生まれるっていう、うん、ビッグバンの前の世界ですよね。でも今はビッグバンが一番、時間の始まりじゃないっていう説が有力になってきて、はい、もうわけわからなくなってきてるんだけど、はい、これなかなか謎ですね。そう、ということはモニカはもっと前の、もっとこの世界が始まる前から来たっていう設定なんやろか、うん、それっていうの、それってビッグバンねって続けたかったんやろか。だとするとすごいですけど、うん、ごめんなさい皆さん、もうこれどっちかというとディズニーチャンネルでやった方がいいような話かもしれない。いやいや、それこそほんまね、はい、失敗したことです。自分の作品はいまいちなんじゃないかなんて恥ずかしがって他の人に見せられないなんてことはないかしら。なんかいっぱいに寄せてきたな急に、時々乖離すんで、モニカも頑張って作ったものに緩い反応しかもらえなかったらがっかりするもんね。いや、そんなことばっかりですやん、世の中は。それがアベレデフォルトですやん。必死になって作ったものをベタな反応をみんなするんですよ。でもそのベタな反応の向こう側に何があるかっていうこともまたあったりしてね。でも他に執筆が好きな人と知り合えたら、見せ合うのも楽になるわよ。全く全く、だってその作品の良し悪しだけじゃなくて、その作品に沿うがれた全ての要素を検討してどうすれば良くなるかということを集中することができるから、その良くなるっていうことがだから哲学的ですよね。ベタな、その人たちってベタやから薄くしか理解しないんだけど、一方でどん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 移り気やから、じゃあベタを追い続けるともうそれがベタじゃなくなって時代遅れになってるんですよね。ベタをオンタイムでいるためには絶えず何かより刷新していかなあかんって、より本質的なことを考えていかなあかんっていう、このね、ズレと本質との奇妙な関係性ってありますよね。確定すると一般大衆って言ったらあれでしょうか、その見る側、聞く側、読む側の人は先に行っちゃってるんですよね。
その方が励みになるし上達するモチベーションにもなるわね。そうなるとまるで自分たちだけの小さな文芸部みたいよね。以上本日のアドバイスでした。全然アドバイスの最後は僕は分かりませんでした。ごめんなさい。バカでごめんなさい。モニカありがとうございました。はい。名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの気持ちで実はやりたいなと。初めて